中京競馬5レース3歳未勝利芝 2200m 11頭が出走して行われます。お昼を過ぎて一段と日差しが強くなってきました。中京競馬場、ただ依然として冷たい風は吹いています。雪が舞っていた昨日ほどではありませんが、今日も気温の低いお昼です。4コーナー奥での枠入り、ホーランシュテルンが4番ゲートに入って、残る1頭はアスクカムオンモアです。11番ゲートの後ろ、一旦躊躇、再びの誘導です。あと少し入ります。11頭ゲートインが終わりました。スタートしました。ファルピラントがいいスタートを切りました。7番ファルピラントが好スタートからジョッキーをしています、促しています。並んでいった9番のサンブノワ、まずホームストレッチでの先行争いです。サンブノワとファルピラントが2頭並んで先行、3番手外11番アスカムオンモア、並んで5番ゴールデンステップ、内2番のオールセインズ、その後ろも差がありません。6番 GTA 一挙、3番レッドハルバード、1番ルッツチェリー、ここまで集団でゴールドは通過。後ろの3頭は少し離れました。10番アラナコア、8番ボスコベローチェ、最後方4番ホーラーシュテル、11頭1コーナーをカーブします。9番のサンブノワが先頭に勝ちました。サンブノワ今日は逃げる競馬、2コーナーカーブでリードを2馬身取ります。2番手11番アスクカムオンモア、内並んで7番のファルピラントです。2コーナーからまもなく向こう上面に入ります。2馬身差の4番手が5番ゴールデンステップ、差がなく2番オールセインズ、外は6番 GTA と少しポジションを上げて、3番レッドハルバード、1番ルクスチェリー、ここまで差がありません。 1000m 1分3秒くらいで先頭を通過しています。後ろ3頭も追いついて、10番アラナコア今中段後ろから位置を上げにかかります。8番ボスコベロージが後方から2投目、4番ホーランシュテルン最後方、残り 1000m を切りました。先頭からおしまいまでは10馬身の圏内で、これから11頭3コーナーのカーブに入ります。9番サンブノは先頭、リード1馬身をキープで800を切ります。2番手11番アスクカムオンモア、3番手並んできて緑の帽子2頭、7番サルフィランと、外は6番 GTA と、その後5番ゴールデンステップの前から5投目、残り600を切ります。少しずつピッチが上がって、外から10番アラナコアが上がっていく、内は2番のオールセインズ、3番のレッドホルガードがその後ろです。4コーナーカーブ直線コースに抜きます。サンブノワ先頭、残り400、坂を上ってくるところ、2番手が上がる11番アスクカムオンモア、2頭が競り合って、この2頭の接近で4番手スタムラ、集団のインコースを進んでいた2番オールセインズ、最後の最後で瞬発力を見せました。11番アスクカムオンモアを一気に抜き去っています。逃げる競馬を選択した9番サンブノワ、3着4着以下離れて1番のルクスチェリー以下入選しています。そのエアルガムーで品種にエアシェイニー、エアメサイア、エアスピネルなどの活躍馬がいるギフタサンクのオールセインズ、初出走初勝利です。中京5レース、1着2番オールセインズ、2着11番アスクカムオンモア、3着9番サンブノワ、4着1番ルッツチェリー、5着以下は写真判定です。確定までお待ちください。